こんばんは、レトQです。晴れた日は洗濯、普通の日は忖度。忖度を心がけ世界ランク16位以内を目指す。フェリスイト井川は4年目の7月からやっていきます。ファーストステージを優勝したため、セカンドステージも優勝し年間王者を狙います。今日もよろしくお願いします。いいボールもありえますよ。これはどうだ、これが決まった。フェリス、いいタイミングで決めました。先生、0対1。ドリブル、スペースへ、クロスボール、どうか、来た、決まりました。見事にゴールネットを揺らしました。0対2。さあどうだ、ダーッと来た、ゴール、見事にゴールネットを揺らしました。0対3。さあ来ますよ、ショートコーナー、角だ、ダーッと来た、ゴール。フェリス、前半残りわずか、ここで得点しました。0対4。
ここでホイッスル。試合終了です。今優勝が決定しました。画面からも選手たちの喜びが十二分に伝わってきます。誇らしげに優勝カップを掲げます。水沼さん、フェリス優勝が決定したわけですが、やりましたね。ああ、みんな喜びを爆発させてますね。この気分でしょう。その実力を遺憾なく発揮し、見事に優勝を手中に収めました。心から感動させてもらいましたよ。素晴らしいものを見せてもらいました。ありがとう。初めてのボンドワナカップですね。相手は狩り、強さが未知数ですね。まずは狩りの攻撃。綺麗に崩され先制点取られました。狩りのパスワークに翻弄されるフェリス。完全に倒してしまい PK です。イエローで済んでまだ良かったですね。コースは読むも決められさは2点に広がりました。止まらない狩りの攻撃。フェリスの守備は崩壊しました。忖度してくれない狩り。4点目。セットプレーで5点目。レベルの違いを感じました。0対5の完敗でゴンドワナカップ1回戦敗退です。自分で持っていきます。裏を狙っている。カットされます。突破を図ります。玉置きボールを回していきます。大事に持っていきます。ラコブチェフ、山口、どうでしょう。これチャンス。高島、来た。フェリス1点先行しました。0対1。河野、ここには山口、ラコブチェフ、野沢、高島。さてどうだ。チャンス、来た。フェリス追加点のゴール。0対2。藤田、これはどうだ。さあどうだ。あっと、決めてきました。見事にゴールネットを揺らしました。0対3。ボールを回します。森崎、ボニーラ、西、どうでしょう。これはキーパー正面です。ここから入れてきた。インターセプトします。ラコブチェフ、ここでホイッスルです。結果は0対3でフェリス固い守りに支えられ、相手にゴールを許さず勝利しています。
ージ優勝はなりませんでしたが、 J リーグカップを初優勝することができ、順調な4年目の後半となりました。12月にはチャンピオンシップが控えており、まだまだ気が抜けない年になりそうです。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。